ラックラインを始めて5年ぐらい経ちます。はい、私もともとあのダンスを小さい時にちょっと習ってたので、でクライミングやって、で今スラックラインやってるんですけど、一生懸命練習しないとやっぱ難しい技はできないし、結構バク宙とか前宙とかするようになるとちょっと危なくなってくる。でそういうストイックなところもありつつ、やっぱりこう大会とかこういうところでパフォーマンスするときは笑顔だったりとか、こう決めポーズ取ったりとか、ダンスみたいなちょっとパフォーマンス性もすごい強いスポーツだなと思うので、その2つがこうなんか組み合わさっているので、私はすごいそこがスラックラインの魅力かなって思います。海外でその女子のワールドカップっていうのがまだ行われてないので、それがちゃんと行われて、そこでちゃんとあの優勝だったり表彰台だったり、そういうちゃんとした実績を世界でも残したいなっていうのが次の目標です。